こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、大河ドラマどうする家康。今回は2月26日放送第8話、三河一揆でどうするについてお話していきたいと思います。南吉賞ね、はい、これ今回第8話じゃないですか、うん、で鎌倉殿の13人の時にショートでもやったんですが、三谷幸喜の言葉っていうドキュメンタリー番組があったんですよ、はい、でその中で三谷さんが話されるには、三谷さんの場合は第8話ぐらいまでは映像も何も見ずに手探りで書いてるって言うんですよ。うん、台本が先行しなきゃ意味ないもんね、はい、だから脚本家からすると第8話ぐらいまで、三谷さんの時は第8話って言ってました、うん、までは分かんないまま書いてるわけですよ。みんながどう喋ってどんな映像でどんな雰囲気なのか、うん、すごい不安で不安でしょうがなかったと。で小沢さんの進み方は分かりませんが、はい、やっぱ第8話っていうこの現在地は一つの目安になると思うんですね。ですから小沢さんも、まあ、放送前にしたってなんかこんな感じの映像ですよってやっぱ見ないと、家康がどういうことを喋るかとか、はい、みんなどういう雰囲気なのかとか、うん、分かんないとやっぱりちょっとね、セリフとかもなんかいろいろ思いますよね。そうですね。逆に言えばここから加速する可能性もあるということですよね、うん、まあいろいろありますが第8話って面白い現在地だと思います、うん、まあそんな第8話は三河一揆が先週勃発してまだ終わんない、殺されかかる、で土屋長吉が裏切ってたんだけどかぶさることで、はい、家康は助かるみたいな、涙みたいなとこが売りだったわけですが、三河一向一揆って言われるこの一揆の初想をもう一回確認しておきたいんですが、まあいろんな原因は前回も話しましたが、家康と空誓で、なんだかんだ言ってこの時家康ってようやく20歳なんです。うん、空誓に至っては前年に本證寺を任されるんですが18歳、若いっすね、うん、だからドラマだと全然ああいうイメージになっちゃうんだけど、なんとかだーみたいな感じですけど、実際の空誓は若手、まあ20歳の家康したら、まあ戦国武将としては多少経験があるっていうふうに当時には言えるかもしれませんが、まあ空誓なんか17歳でやったばっかですから、始めたばっかですから、そういう意味ではお互いが未熟な感じでどんどん進んじゃうっていうのはいろいろしょうがなかったんじゃないかとも思います。そんなに大騒ぎするほどのもんじゃないんじゃないのと研究者もいるので、まあこんなに騒ぎだったのかどうかは分かりませんし、実際は半年足らずで終わってるので、いずれにしても家康と空誓っていうのがある種の意地の張り合いで、どっちもまだ若かったってこともあると思います。あと千代ってあの女の歩き巫女とか書いてましたけども、はい、なんかキラにつけっつっていろんななんか渡して歩いてましたよね、うん、はい、で千代っていうのは、多分ですね、望月千代女、千代女とも言いますが、うん、という歩き巫女とも言われた武田の手の者が過去いたんですよ。まあこれがあんま有名じゃないかもしれないですけど、それがきっとモチーフだと思うんですね。うん、だからって、まあ、今回武田の手下だったっていうオチになるかどうかは分かんないんですが、描かれ方ですから、まあとはいえ歩き巫女という方からもその武田のところにいた望月千代女、千代女のモデルなんだろうなっていうような感じがしています。まあそんな中ですね、一向宗っていうのは、はい、蓮如っていう人がいて、うん、そういうのひ孫が空誓だって言いましたよね、はい、で室町期に、蓮如さんは本願寺派として浄土真宗の一派をですね盛り上げます、うん、ところが比叡山等と対立しちゃって全国いろいろ歩かなきゃいけなかったという中で、実はこの西三河、東三河ですから全然弱いんですが、はい、西三河には実際に蓮如さんが来ていたんですよ、いろいろ地域いっぱい。だから西三河では当然ながら本願寺派がめちゃめちゃ強い。1468年応仁2年に蓮如上人自ら入国してるんですね、はい、っていう経緯があって、最終的には加賀と越前の境目あたりに本拠地を置いて、それでそこですごいこれ盛り上がるんです、うん、本願寺派ね。そしてなんと加賀一向一揆って言うんですけど、はい、そこの富樫っていう武将のところの一派でいろいろ巻き込まれて、うん、なんと勝っちゃって、その一向宗派が国を抑えるというすごい出来事が起きちゃったんですよ、はい、すごいっすね。だからその前例の体があるわけですよね、加賀での。だからそこが
分かっていて家康も帰って意識したかもしれないし、危険だと抑えときたいというようなこともあるし、でその時本願寺と対立した同じ浄土真宗の高田派等は家康にちゃんとついてるんですよ、記録見ると、うん、ですからかなり加賀の一向一揆を意識してんだろうなとも思います。なおかつですね、これもショートで言いましたが、はい、吉本は今川義元今回も出てましたね、はい、天下の主はみたいな、なんか、はい、要するに今民だということですけど、でまあその義元の政策は実は義元は、はい、その国の死後死不入の権を全部取り上げてるんですよ。うん、その代わり責任持って面倒見るからって、でもそういう特権はダメともう最初許してたんですよ、うん、っていう風にしたんで、義元の政策が家康の頭にもあったんだと思います。で義元がそういうことしてたんで、これもショートでやりましたが、氏真は信長より早く楽市やってるってありましたよね、はい、あれもそういう風にやったから楽市とかやりやすかったんですね、うん、お寺とかの勢力もうまく使って。でも義元がとにかく死後死不入を否定したんですよ、記録上は。なんで家康は絶対義元の頭があって、そんなの潰してやるみたいなところもあったり、うん、加賀の一向一揆でいろいろぐちゃぐちゃになったり、どっちも武将がついたりしたら国まで取っちゃうっていう事件もあったと、うん、いかに応仁の乱とかぐちゃぐちゃしてたにしてもっていう前例も見ていたっていうところから、この三河の一向一揆っていう家康にとってはある意味大変でしたけど通らなきゃいけない道みたいな、はい、三河をやるにはというような側面があるということを、まずドラマも素晴らしかったんですが、皆様ちょっとご理解をいただければと思います、うん、まあ、そんな中ドラマを見ても家康の家臣たちがめちゃめちゃ葛藤してましたね、はい、で一向宗っていうのはこの前さっき言ったように浄土真宗の本願寺を指すんですが、うん、一向宗っていうのの宗教の宗は浄土宗の一派なんですよ。で浄土宗の中でその一向宗って一派もあれば自宗って一派もあるけど、浄土真宗も浄土宗から分かれてるんですよ。ややこしくないですめっちゃややこしい名前的に。ただここでは浄土真宗の本願寺派のことを一向宗と呼んでいます。ですから正しくは一向宗というのは別の浄土宗の一派にあるんですけども、はいはい、ここでは浄土真宗の本願寺派を呼んでるんですよね。でそっちをずっと拝んでた人たちもいて、うん、で自分の信仰と忠義っていう間に挟まれた、うん、しかも家康側が既存の権利をひっくり返すってことをしちゃっている、うん、弾みとはいえ。ですからそれによって離反してたんですが、離反してるかしてないかはっきりしないみたいな人はあんまりいなかったかもしれないですね、はい、でも離反されたらしびれますよね。そうですね。で多分この本田正信が軍師様ってことになったけど、実際本田正信はこの時に一向宗側に寝返っています。ですから軍師のようなこともやったかもしれませんね。うん、ですからこれはもう記録に伴ったものだし、いろんなことがあるんですが、今回こうクローズアップするのは土屋長吉がある、はい、本当は若い人じゃなくても40過ぎなんですが、うん、土屋長吉があるは1564年に上和田砦っていうのがあって、大久保忠世らが守ってたんです、うん、でそこで援軍に行って戦死したって記録もあれば、徳川実記では敵方にいた、つまり砦を攻めた側にいた一揆の、うんうん、ところが家康が援軍に行ったんでピンチになった時に寝返って家康を守って戦死したっていう有名なエピソードがあるんですよ。なんで今回は土屋長吉を違う描き方だけど、多分クローズアップしたんだと思います。実際土屋長吉には徳川実記の記録上も家康のピンチを身を挺して守った、うん、というところがまあ描き方違っても垣間見えます。だけど書かれてなかったんですが、八谷半之丞なんか面白いんですよ。八谷半之丞って逃げていく時に半之丞お前もかっていうのがあったんで、うん、まあ八谷半之丞は意識されてるんですが、八谷半之丞は一向宗側に明らかに来ました。渡辺守綱みたいなスタンスですね、はい、それでなのにこの人の奥さんのお父さん、義理のお父さんが大久保忠俊、はい、これが大久保家のルーツになった人なんですけど、はい、当時まあ年は上でもいました、はい、で大久保忠俊に教えていろいろ逃がしたりするんですよ。ですからそういう家臣もいたってことですよね、向こう側についても、はい、味方として戦いたくない。でその上和田砦の戦いでは家康が来たわけじゃないですか。そうですね。
で当然なんか八谷も戦ってるんですよ、うん、別のやつと水野と戦ってるんですけど、はい、まあまあいいや、まあ、その説明は置いといて、それで戦ってるんですけど、はい、一回家康見たら逃げたんですよ。で逃げるな卑怯だと他のやつが言って、うん、そしたらなんだお前殿だから逃げたんだよ、お前らなんか逃げるかっつって、そいつと戦ったらそいつが敗れてそいつ殺しちゃうわ今度はでも家康が馬から来て、うん、八やめお前なんだっつったらもう一回逃げた。ですからある意味家康が来ればみんなさすがに殿が直接来て、うん、どうですか殿に槍向けられます？無理です。弓とか鉄砲とか本田正信も思いっきり言ってましたけど普通いくらなんだっていろんな信仰との葛藤だったり、うん、ね、自分の家臣を夏目広次みたいに殺さなきゃいけないから、うん、嫌になっちゃって千代の話に乗っかったとか、うん、それなら我々も気持ち分かりますよ現代人でも、はい、ところがそこで殿が来て殿に行ったらね、え上級の乱の時でさえ義時はそのもしも泰時にその後鳥羽上皇が出てきたらどうするんですかって指示をやったらもうその場合は一問にもなく降参しろって、はいはい、全員敵になっちゃうじゃないですか。違います。で後鳥羽上皇にいきなりビュンビュン撃ってたら、うん、ねえだから全員敵になっちゃうからさすがに家康がわしが行けばなんとかなるだろうっていうのは確かにあってんですよ、うん、で八谷なんか実際そうして義理のお父さんの大久保忠利っていうのは大物だったこともあって結局最後は八谷は大久保氏の取りなしでそのこの一個一揆の後戻るんですけども、うん、まあその後すぐ戦で亡くなっちゃうんですけどね。だからこの金津美香一個一揆っていうと八谷半之丞が出てくるんですけど話としてそういういろんな気持ちが浮き彫りになるっていうのは記録からも結構有名な、まあ、今回描き方はまた違ったりあの幻想的なお寺の雰囲気はみんなが踊ったり歌ったり、はい、いろいろああいうのも良かったと思うんですけども今回記録をもう一回整理してみるとそんな感じが分かりなおかつ第8話という現在地がまた大きく小沢さんたちが変えていくタイミングなんじゃないかと、はい、いうようなことも予測できるということですよね。なんか吉本受けようかとかもう一回出てもらわないとか、はい、もしかしたらそんな話で今回出てきたかも分かんないです。確かにね、まあいろいろ楽しみですよね。まあいずれにしましても次回は第9話守るべきもの、これは守るべきものっていうのは裏切った家臣であっても、うん、私は守らなきゃいけないとか多分そういう中で三河一向一揆をきっかけに家康という武将が自分がどう生きていくべきか武将として、うん、豪傑たちをどういうふうにまとめるべきなのか彼らの気持ちやスタンスをどう組んであげるべきなのかっていうことにまあ目覚める回だと思うんですよ、はい、で今回三河小池に平吉明と松寺正久乗っかって、はい、なんかそっち側に組んじゃったりなんかしてましたよね。してましたね。こういう説だという人もいるんだけど全然別に動いただけじゃないのって人もいるんです。キラと松平は別にそこにかぶさって家康に相対してたわけじゃなくて、うん、三河っていうのはもともとまだまだまとまる段階じゃなかった、はい、信長だっていろいろ大変だった、信玄もお父さんの信虎の時代は自分の国まとめるの大変だった、うん、っていうのは別に三河だけの現状ではありませんのでそれはこういうことはありえますよね。で吉良義昭や松平正久さんも含めて次回第9話では守るべきものは何なのかっていうことをもう一回家康が見つめ直す、うん、そして前に進んでいくっていう非常に大事なこの長いドラマのね、はい、大事なエポックメイキングの回になるんじゃないかというふうに感じています。いずれにしてもいろいろ記録からも面白さがあるのが三河一向一揆だったりもしますので、はい、また皆様もいろんな面からご興味を持っていただいて来週もまた取っ手出しにお付き合いいただければ幸いです。今回も南吉賞とお送りしました。それではバイ。